ダブルスでポジションや狙いどころがわからない方はこの動画を見て参考にしてもらえたらいいかなと思います。実際のプレーを見ながら解説していきます。このチャンネルではテニスコーチがテニスに関する情報を発信してます。気になる方はぜひチャンネル登録もお願いします。それでは解説いってみましょう。ハーフバウンドを浮かせずにクロスの足元に打つのは難しいため、ストレートロブで相手の陣形を崩そうとします。うまく抜けたので手前の青色は前に詰めていきます。それを見て手前のグレーはポジションを後ろに取っておきます。これはロブを警戒するためです。相手のボールがストレート方向に浮いてきたので、しっかりと角度をつけてポイントに結びつけていきます。センターにいいサーブが入ったので、奥の青色はポーチボレーに動こうとします。サーブ&ボレーをしてきた人はボールが浮いてましたが、素直に相手の正面ちょっと短めに入ってしまいました。ここは浮いてたのでしっかりとセンターに打ったり、ストレート角度つける棒で動かしていった方が良かったかなと思います。センター深くにサーブが入ってきました。相手のボレーヤーはポーチに出る可能性もあるので、ストレートロブは良かったと思います。しかし浅下り攻撃されたので、まずは1本ロブでしのぎます。厳しい状況の時はロブで相手を下げるのはとてもいい手になっていきます。スマッシュボールが浅くなり、相手が左側半分にいるので面を作って右側アングル方向にブロックします。浅いと言って強打するのではなく、ブロックショットでしっかりとコースを狙っていくのはとてもいい選択です。ちなみにこれはネットとポーンの間を通ったので、相手チームのミスになります。相手のリターンが良かったので、深くに打つよりもボールが浮かないことを優先して打っていきます。次のボールもネットも低い位置で打たされているので、左右に相手を動かすよりかは相手の正面でもいいので、低いところで打たせることを意識してボールを返球します。最後にボールが浮いてきたところを攻撃アタックしていきます。相手の動きを感じ、リターンをストレート方向に打っていきます。グレーは逆を使えた形になっているので、リスクが一番少ないセンター方向を狙って打ちます。手前の青色は難しいローボレーでしたが、相手のボディに打ち、ストレートに打たせようとコースを限定しましたが、うまく体をブロックしてセンターに逆を突くような形になりました。これを打った奥田コーチはうまいです。相手リターンが足元に沈んできたので、深くに打つよりもボールが浮かないことを意識して打っています。次のボールも足元に沈めてきましたが、グレーがポジションを前に取っていないので、前に短いボールを落としていきます。これは藪下コーチ、見事なタッチでした。藪下コーチのいいところはボレーのタッチが柔らかいんですよね。ボレーが上手くなりたい方は柔らかいタッチを身につけましょう。リターンロブから相手の陣形を崩そうとしていきます。厳しい状況だったのでロブでまず回避をしていきます。
この時にロブをストレート方向に打つとセンター方向から展開されてしまうので、クロスロブを打ち相手の攻撃の範囲を狭めていきます。手前チームが返球したボールがゆっくりになったので、手前の青色は前に詰めます。ゆっくりなボールを早く打つのはとても難しいので、このように前に詰めていくのはとてもいい選択だと思います。左側が空いてましたが、サイドアウトのリスクがあるため相手のボディ正面を狙いコースを限定させます。そのまま自分が詰めて攻撃、いいディフェンスから攻撃に結びつけていきました。リターンをワイド方向に動かして崩したのでセンター方向を狙います。相手はたまらずロブを上げ短くなります。ここで結構気持ちよくドカーンと打つ方が多いですが、藪下コーチは確実に決めるために無理ないスピードでしっかりとコースをついていきます。このように一本の気持ちよさよりかは確実にポイントに結びつけれる選択をするのはとてもいいです。ファーストボレーを早く深くに打つのではなく、少し高さを出して深くに打っていきます。このような棒だと相手は思わず下がりながら打ちディフェンスになります。結果として相手にロブを上げさせることができ、相手が一番迷うセンター方向にスマッシュを打ってミスを誘いました。相手の足元にリターンを打ちボールを浮かせました。浮いたボールをセンターに打ち込んでいきます。センターは一番相手が判断に迷い、なおかつ角度がつけづらい場所なので、すごく効果的な場所になっていきます。リターンが甘く入ってきたところをセンターにボレーします。相手前衛をセンターに寄せ、その後浮いてきたボールをオープンコートの左側を狙って打っていきます。崩した側のオープンコートに打っていくシンプルな攻撃になっていきます。ストレートロブを使って相手の陣形を崩していきます。ロブが前衛に引っかからないのを見て、ロブを上げた本人は前にポジションを取っていきます。相手をロブでかなり後方に下げさせることができたので、次のボールをその前の部分の足元に落としていきます。グレーの人は取るので必死だったので、次のボールをそのグレー側のセンター方向に狙って打っていきます。ここはナイスカバーに手前の青色が入り、ロブでこの状況を打開しました。とてもいいロブです。オフェンス側は苦しい状況だったので急いで戻り、ロブでなんとか対応していきます。苦しい状況でしたが、そのロブがとてもいいロブになりました。手前側のチームはオフェンスをしようとしてましたが、慌ててロブに対して対応していきます。ロブを上げた奥のチームはすぐにポジションを中に取って攻撃をしようとしていきます。ここでこのボールを角度つけてもらえればよかったですが、ストレートに打ってしまったので弾かれてしまいます。最終的には反応が遅れてミスにつながってしまいました。
ロブで攻防が入れ替わるとても面白いポイントでした。とてもいいワイドにリターンをしましたが、左奥のプレイヤーは面をしっかり作り角度をつけながら浮かないように返球しました。これは難しい処理でしたがうまく返していました。ロブで相手の陣形を崩すとこから展開をしていきます。相手がバックハイボレーで腕を伸ばして取る、かつボールが短くなった瞬間に前にしっかり詰めて時間をかけずに攻撃をしていきます。少しでも迷って後ろのポジションで攻撃をしようとすると相手の陣形はしっかり作られてしまうので、このように前にしっかり詰めて時間を奪う攻撃はとても有効です。相手を動かさなくても足元に沈めればしっかりとポイントに結びつけていけます。リターンを足元へ、次浮いてきたボールも足元へ、しっかりと足元に沈めれば相手は攻撃がなかなかできません。また浮いたところを足元にしっかりと沈めていきます。このポイントは相手をそこまで左右には振ってませんが、足元にしっかりと打ち続けたことでポイントに結びつけれました。このポイントは手前の前衛のポジションがちょっと良くないです。近距離で相手の右側を狙いに行ったので相手は合わせるのに必死な状況になります。なので低いボールを通させないように前に詰める必要性がありました。そしてもう一個、濃いブルーがストレート方向に打ったので水色はしっかりとセンター方向にポジションを取る必要性がありました。あとはこのような平行対平行の状況になった時はワイドよりかはセンター方向の守りの意識を強めた方がいいと思います。低い高さで相手のボレーヤーに打たせることができたので前に入ってボレーでカットインしていきます。低い位置で取らせていたのでロブを使って相手の陣形を崩そうとします。ロブが抜けたのを見て攻撃的なポジションに移動します。相手は苦しい状況なのでロブを上げてくるのでサービスラインぐらいのポジショニングが良かったと思います。なので結果として苦しい状況でスマッシュを打たされてしまい苦しい状況になってしまいました。ここをグレーの人に攻め込まれ、なんとか必死でロブを上げて時間を作ります。しっかり下げさせていたので次のボールをアングルボレーに打ちましたが、ここはしっかりと警戒されてました。ここで走りながら青色の人はノールックショットでストレートを狙っていきます。相手を騙そうとノールックをしてます。しかし全然相手には効いてなく普通に対応されてしまい、次の返球がぐちゃぐちゃになってしまいました。今は陣形が結構崩れかけてる時なのでグレーはポーチボレーを狙っていきますが取れず、次に返ってきた甘いボールをしっかりと足元に打ってミスを誘うことができました。
リターンが低かったのでアングルボレーを警戒し前の反応を早めます。手前の青色の人はロブの展開が好きなのでロブから相手を崩そうとしていきます。ロブがコートに落ちるぐらいの時に青色の人はペアの位置を確認します。しっかりと後ろ側にいるなというのを確認して自分が前側で攻撃をしようと考えています。グレーの人も前に詰めてるとロブのとこも警戒しないといけないですからね。で最終的に後ろに下げていたので前の短いボールを作りうまくポイントに結びつけました。ロブから相手の陣形を崩していきます。ロブが抜けたのを見て前にポジションを取っていきます。この時にサービスライン付近でロブを警戒したポジショニングが取れています。最終的には相手のボールが浅く浮いてきたので前に詰めながら相手の足元へ狙ってポイントに結びつけました。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも役に立ったなと思う方はぜひチャンネル登録高評価の方をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。